今回ねライブをしながらね、ゲーム実況をしながらこの動画を撮っているんですが、9本目、最終になりますね、おそらくですかね。でね、もうずっとね、この進化レベルを上げる作業をやっていたんですが、上がっては落ち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 、もうキリがないということで19までね、中でやっちゃいました。で最後ね、もうこっから落ちると終わりが、動画の録画終わりがないんでね、あのとっておきのねリリックレプリカ極みをポチッとな。もうやりきった本当にやりきった。ぜひねこれあの動画見てる方ね、音声ライブもぜひ聞いてください。あの生のねあれが、あこれかあれあ落ちてなかったな、あぶね、落ちなくてよかった。今ね落ちたらこれねひどかった。これ落ちてないからさ、普通にさ EV ダウンあったんだ今、やべ、またしくったしな。はいはいはい、お待たせしました。よっしゃ、もう何時間かかったんだよここに来るまで。今日ねゲーム実況始めてから6時間超えてますよ。やっと俺今日はこれが見たくて俺は6時間ひたすらやり続けた。はい、ご覧ください、すべてのパラメーターが、パラメーターっていうかね、パラメーターか、すべての要素がマックスでございます。はい、もうこれ以上上がりません。やることはやった俺は。はい、じゃあね、以上の結果を踏まえましてね、今ねまさにまっさらな新キャラ白檀が目の前にいるわけで、もうチームにも入っております。じゃあこの結果を受けて私が何をするかというとね、先ほど熟慮したんですが、あえてのねこのねイベントもやるんだけど、俺はね今回あえてねフィールド探索します。はい、で私がこのゲームを10ヶ月ぐらい前に始めた時にとても倒せなかった敵に挑むということをやります。でね、動画の録画時間がねあと5分しかないんでね、できるかどうかはねやってみないと分かんないけど、まあ今までね育て上げたキャラたちの力を借りればきっとね、きっと彼らはやってくれるはず。まあ皆さんとね、皆さんどうかね事の顛末とくとご覧あれということでございます。さあ動画の残り時間は、4分半。いますよ、どこにいる、もうみんなわかるよね、あのボスだよ、あのボス、あのボスどこだ、あいたいた、あのボス。さあ、これねもう動画撮るの9本目なんでね、今回で完結にしますんで、も万が一倒せなくても終わりにします。でね、私今のうち忘れないうちに言っておくとね、 FLO の冒険っていうのはね終わりがないんですよ、本人がやめない限り。もしくはねサービスはまああんまり縁起のいいことしないけど、あまあこれは言わないでいいか、まあ何にせよね終わらないです。そう、自分で終わりって言わない、終わりって決めない限りは終わらないんです。ということでね、私が皆様にね今回の一連の超長編動画の最後にお伝えしたいのは、まだまだ続くよ FLO ということだったんですよ結局。そうそうそう、うあそう、しくった。ダメダメ、これ回復しないとダメ。ちょっと待って、どこ行った君、どこ行った君を、はい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 、待っていただいてください、一旦待機します。お、でちゃんとマックスになってる、よし最高、ギューン、ギューン、できたらレーザーで倒したい。絵的にはレーザーで、ここが空気を読んでレーザーで倒したい。あ待って、あえてねこれ倒さない、今倒さない、レーザーで貫いて倒したい。あえてもう見えたんでね、勝利は見えた、あとは綺麗に倒したい。10ヶ月間の思いがこの一戦にこもっておるのだよ。いや違う違う違う、いいね、いやーかわいい、圧倒的、いいね、頑張れ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 、俺も頑張ってるよ、6時間寝ずに頑張ってるよ。モンスターエナジー1リットル飲んだよ。さあ火は熟した、時は来た、圧倒的、まさに俺強いアンドハクかわいい。さあ皆様大変にお待たせいたしました、もう全部整えてから、すべてを完全に整えてから最後倒します。このね、
10ヶ月前には到底倒しえなかったこのレベル80をね、圧倒的にオーバーキルしました。無課金勢の志を、わしの FLO への思いをここに示します。それでは行きましょう。最後ハクで倒す、まあいいか。最後アバターだ。以上、まだまだ続くよ FLO。 ご視聴ありがとうございました。よし、じゃあうなちゃん取りに行こう。うなちゃんっていう感じでね、今の言葉で分かったと思うけど、今台本なしですよ。いや、このゲームはね、終わらないんですよ。自分でね、やめたって言わない限りは永久に終わらないんだよ、これ。本当に うなちゃんどこだ、うなちゃん。こうやってね、買い物もやらなきゃいけないしね、もう2ヶ月ほどやってなかったんですけどね。なんで私が今うなちゃんを取るかというとね、懐かしのウィークリクエストにうなちゃんがいたんですよ。でさっきね、動画の 録画の合間にね、ウィークリクエもやってたんですね。そうで、このあとね、まあ今すぐはやらないけどね、一応イベントクエもやりますんでね。やっぱジェムがだいぶ減っちゃったんだね、今回。ハクちゃんが癒してくれるよ。うなちゃんどこだ、うなちゃん。ということでね、こんな感じでまだまだ続くよ FLO。 以上です。みんなありがとう。それではまた。